はい、皆さんどうも、ミスサローです。たまごっちのプチプチお店っちの実況やっていきます。ちょっとまあこの画面からスタートというわけで、ちょっとね、いつもと毛色の違うお客さんがいらっしゃってます。ごきげんよう、口パッチ。ご注文はどうするだっち？2個くださいな。というわけで、まあとりあえず2個作ってみましょう。まあ内装もね、だいぶ豪華になりまして、まあ何やるかっていうと、言ってしまえばまあランクアップってことなんですね。で、今まではあの身内のお父さんの パパッチみたいな感じのやつが5000円投資して大きくしてくれたんですけど、最後一枚、まあ、多分これで最後だと思うんですけど、最後はこの姉ちゃんがねランクアップさせてくれるっていうわけなんで、裏でこの人が来るまでやってました。なんか多分レベルアップするタイミングっていうのが同じっぽくて、一回ここお客さんとして列並べば、次もまた同じタイミングでやってくるんで、そこで止めてありました。というわけで、はい、大変よくできました。完璧だっち。どうだっち。完璧ですわ。このたこ焼きはかなりお上手ですね。ロイヤルの称号を与えます。本当だっち。もちろんです。このロイヤルを差し上げますわ。今チャキンと落としたからお金はちゃんともらったんだね。ありがとうだっち。ではごきげんよう。はい、また来ます。玉子姫ってやつなんでね。ロイヤルだっち。ロイヤルたこ焼き屋さんだっち。で、なんか称号をもらっただけなはずなのに、確かこれ大きくなるんだよね。まあ、一応お金も来たってことなんでしょうね。はい、本日開店、ロイヤルたこ焼き屋さん。とうとうロイヤルたこ焼き屋さんだっち。たこ焼き御殿だっち。というわけで、これで確か一番上になった感じかな。はい、アイテムが増えました。森の人形。妖精かな？ちょっとあれで中の様子だけ見てみましょうか。おお、だいぶ豪華になったね。なんか耳っちとか来てるね。なんか無駄に装飾凝ってるけど、店の中にそんなん入れていいのかな。まあ、ロイヤルだから多分、マットとかもロイヤルになってるのかな。中に植物生やすのはどうなんでしょう。というわけで、ごめんね、と。では、お店の方。で、新しくね、二つくらい出たんですよ。歯医者さんと、なんだこれ。まあ、二つ出たんで、ちょっとそこら辺のご紹介をさせていただきたいなと思います。歯医者さん、どんな感じだったかな？こんにちは。どっか悪いだっち？歯が痛くてかわいそうだっち。お願いします。どうぞだっち。はい、いたたた。これどうすんだっけな？やっぱり？ぶくっちさん。あ、これ名前見れるんだね。え、色かな？あ、そうっぽいな。同じ色をやって。え、これでいいんじゃないの？完成してみましょう。うわ、すげえ楽。これでいいんだ。はい、まあ、3名ぐらいやっていきましょうか。すげえ、ただ磨いただけなんだけど、それだったら別に歯医者さん来なくてもよかったんじゃないかな。終わりだっち。すごい頑張っただっち。ピッカピカで眩しいだっち。お前歯2本しかないのな。腕がいいだっち。ここっち歯磨きでここいん？ここっちか。なんか特殊なお店みたいな感じですね。はい、どっかあるだち。歯が痛くてお願いします。ここにお名前書くだち。はーい、ちょい待ちだっち。水だろっちお願いだっち。これも味覚だけかな。まあ、メメッチさんか。あ、そうだ、メメッチですね。あっちの方でもお世話になりました。まあ、初めの方は多分ランクが低いから、これぐらいで済むんだろうね。で、ランクが上がるにつれて、なんか他に治療、爪、刺し歯、注射とかいろいろ出てくるのでしょう。まあ、ロイヤルの時ぐらいになったらでいいかな。はい。なんか、たこ焼きがどうのこうのでしたね。なんだか歯が気持ち悪いよ。あれは大変だっち。プチッチさん。はい。これちょっと違うね。治療かな。ウィーで、お前なんだ。おう、なるほど。そういうことか。で、この綿爪は同じやつを綿爪してあげたいから、で、歯ブラシで、なんかいきなし難易度上がったね。はい、で、これで完成。なんで上一本だけなんだろう。中からバイキンが出てきて、それをつまみ出して、どうのこうのってことですね。はい。もう一人ぐらい行きましょうか。甘いもの食べ過ぎないようにやってよ。あんまりね、俺甘いもの食べないんで。メメッチのお母さんなんだ。メメッチから聞いてどんな様子か見に来たの。メメッチ来てた時にさ、あなた並んでたよね。なんか歯が気持ち悪いんです。ありまあ、大変だっち。了解だっち。メメママッチさん。メメママッチさん。うん。
歯が面白い形してますね。上に1本、下3本。まあ、とりあえずは下を開けます。何も出てこないね、今回は。違うね。え？あ、出てきた、出てきた。で、お前を掴んで、さようならのゴミ箱にして、なんか、わたつめの色がないんだけど、あ、いいの、これでよかったんだ。なんかね、何？水色よりもなんか青、紫に近い青みたいな感じに見えますね。群青とかそんな色なんでしょうか。色についてはちょっと詳しくないんでわかんないんですけども。はい。まあ、こんな感じですね。はい。終わりだっち。ミスターロッチって上手だっち。まだ痛そうだっち。どうだっち。噂には聞いていたけど、素晴らしいわね。すごく上手でびっくりだわ。そうだっち。ゴゴッチだっち。はい、ゴゴッチ。今度はメメッチと一緒にどうぞだっち。一緒に来るわねって二人ともあれなんだね。虫歯になる前提で来るんですね。はーい。お前名前だけ見よう。毒キノコ、毒キノッチさん。お前毒キノコだったのか。あ、お前ちゃんと歯は生えてるのね。はい。というわけで新しくもう一個増えたところ、ぐるぐるタウン。ヘアメイク屋さん。なるほど。髪の毛。来たな、メメッチ。お前、その上のもじゃもじゃをどうする気だ？今日はどうだっち？メザロッチ、お願いだっち？こっちだっち？なんか全然ね、これは記憶にないな。ん？なんか、お前、どうしたの？あ、これに近づけろってことなんだろうね。いや、それ以前にさ、これ何？メイクなのかな？メイクでこれを消すのかな？あ、消えた消えた。え、俺これ記憶にないからやったことないんじゃないかな。これだけでいいんじゃないかね。はい、これで完成してみましょう。あ、よくできました。 OK です。なんか顔に落書きついてたけど何かで遊んでたんかな。まあ、これも3名か4名ぐらいやったら終わりにしましょうか。出来上がりだっち。超可愛くなっただっち。なんかすごく可愛い。顔汚れただけなんだけどね。ありがとう。水だろっち。あう、神様だっち。15ゴッチ。あ、意外と高いのね。はい、また来てください。喜んでたっち。では次の方。こんにちはだっち。コンクリは、今日はどんな感じにするだっち。クールでスパイシーに決めたいくりだけど被っている。なんだかか、ん、あの、写真との違いがわかんない。若干口が開いてるように見えるけど。まあ、下に、来る、あ、どうなったのお前それ。待って待って待って。お前何があったのこれ。顔が。まあ、これは動かすってことでいいんでしょうね。ちょっと待って。あ、端っこの方に邪魔だからどかそうと思ったんだけど、顔の中にはいけないってことなんだね。俺これ記憶にないからやったことないな、きっと。で、これは、まあ、ここら辺に来て、まあ、多分大体でいいんじゃないかなと思うんだよね。こんな感じでどうでしょう。普通です。ほう。判定がすごい厳しかったんですけど。まあいいクリー、結構いいだっち、地獄こっち。はい、地獄こっちクリー、またクリーだっち、どうもクリー。意外と判定し厳しかったんですけど。あら、どうも、こんにちは。どんな風にするだっち。撮影があるから、グレード高めで、グレードですね。グレード高め。グレード高めってなんかそういうお笑い芸人みたいな、そんな感じかもしれない。撮影なんてすごいだっち。それほどない、それほどでもないわ、サインならあとね。何の撮影なんでしょうね。俺も撮影してるんだよ、これ、実は。撮影用にするタッチ。はい、ひなっちさん。この辺も名前分かっていいですね。これは楽でいいかな。とりあえずあれですね。ゴミというか、汚れを隠すだけでいい系ですね。さっきの百面相をもうちょっとやりたいな。もう一人行こう、もう一人。てててててん。終わりだっち、完璧だっち、というわけで、早くみんなに見せたい。本日は15ゴッチだっち。はい、これ。お、頑張ってくれ。頑張ってるよ、俺だって。たらこ、なんだっけな。たらこっち。違う。なんか、ちょっと違う気する。お前も撮影か。あ、同じ、テンペ、ああ、そして百面相じゃなかった。あ、たらこっちさんでよかったのか。これ割と昔からいるキャラだよね、多分。
なんだろう、さっきのあの福笑いというか福笑いか、あれはなんだろう、意外と難しかったな。はいはい、完成です。このゆとり仕様というね、ここら辺は同じかな。あ、でもなんかちょっとテレビに出る人はどうのこうのって今言ってたね。というわけで、わあ、こいつの正体も気になるんですが、まあ名前だけ見て行きましょうか。終わり。ああ、お前そういう系か。でも目だけなんだね。花っちさん、どこら辺が、ああ、赤い花ってことね。ごめんね、タイトルに戻ってしまうんだ。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。今回はロイヤルが1件と、まあ新しく出たヘアメイク屋さんと歯医者さんの紹介でした。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回でお会いしましょう。さよなら。